野市では近年の台風などの大雨による浸水被害を低減するため、2020年6月から上原地区の江川橋、上川右岸にポンプゲートの建設を進めてきました。総事業費は国からの補助金を充て9億6000万円です。小江川河口付近において上川の水位上昇により小江川の水が流出しづらくなったり、上川の水が逆流入したりして氾濫する構造を見直しました。上川の水が小江川に逆流するのを防止するためのゲートと強制排水のためのポンプが一体となったポンプゲートを設置することで浸水被害の低減を図ります。ポンプゲートは雨天時には自然流下を妨げないよう水路水面より上に上げておきます。雨天時には上川の水位上昇に合わせてポンプゲートが加工してポンプ運転を行います。各種運転は各水位計により常時観察を行っており、その水位が設定した稼働水位に到達すると除塵機を下げた後ゲートを閉めてポンプを起動させ強制排水を開始します。ポンプは水位変動に合わせ1台運転または2台同時運転を行います。5月31日には試運転を行いました。まず自動のゴミ取り機である除塵機でゴミを取り除きます。引き上げられたゴミがコンベアにより運ばれます。次にゲートについている2台のポンプで強制排水を開始。このポンプは2台で毎秒6トンの水を排出できます。これは国内のポンプゲート方式としては最大級規模です。7月18日には上原区民を対象に小江川ポンプゲート完成に伴う現場説明会を実施しました。今日は本当にいいお天気でなんですけども、雨が降るとですね、心配になるのがここ小江川周辺の内水の氾濫でございます。で、ここ数年にわたってこの内水対策をどうしていくかということで、市の方でも議論し、そして、こういったゲートポンプを設置をしようという話になって、今この先月末ですね、先月末にこのゲートポンプが設置が完了したところでございます。今日はですね、その説明を行うとともに試運転をして皆様方にですね、若干でも安心感を持ってもらえればというふうに思っているところでございます。ゲートポンプが設置をされたとはいえ、これで完全ということではなくて、従来よりも安心度が高まったということだと思いますけれども、でも一歩前進ということで地域の皆様方により深くご理解いただければというふうに思っているところでございます。上川の水位が 5.08 メートルを超えた場合、または上川の水位が著しく上昇し堤防決壊および堤防越流の危険性が高まった場合は、河川管理者の命令によりポンプ運転を停止する必要があります。この場合は上川近郊に避難警報装置のサイレンが鳴ったり、上川近郊に避難指示が発令される状況になるため、その際には早急に避難をしていただくよう呼びかけを行いました。はい、やっぱり長年の懸案であった内水処理の問題がこれで一段落ついたかなというふうに思います。ただ市長さんのお話もありましたように、あくまでも一段落ということで、これが完璧なものではやっぱりありません。何事にも全部対応できるわけではないので、本当に上川の、満水とかですね、そういうことになれば何の役にも立たないということになりますので、そういうことも含めてもうちょっと長期的な、防災対策ですね、行政さんの方にもお願いをしていきたいなというふうに思っています。そうですね、やはり情報の時代になってきましたので、
っぱり早め早めに情報が分かるということが一番重要かなというふうに思います。あのここら辺 の, あの以前に起きた冠水の段階時にもやはり情報がなかなか入らないということでやっぱり避難が遅れた方がかなりいらっしゃいましたので、できるだけあのことしても早く情報が出せるようにあの正確な情報をいただけるあの体制を整えていきたいかなというふうに思っています。あのやはりあの指揮命令系統がですね、やっぱりなかなかあのいざという時に働かないというようなことがありますので、あの区長を中心にして区の防災組織がきちんと動くようにやはり日頃の訓練が大事かなというふうに思っておりますので、その辺を通じてあの消防にはあの消防協力隊という皆さんもいらっしゃいますので、その辺の皆さんも含めてあの、情報伝達を、ね、しっかりできるような形にしていきたいなと思います。引き続き集中豪雨や台風シーズンの雨に向けての安心安全な街づくりに取り組んでいきます。上原地区では上川右岸川バイパスの交通規制を伴う浸水関連対策工事を予定しています。引き続きご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。